かつてはシャネルズ、ナッツ&スターで活躍され、タレントとしても人気を博した田代正史さん。逮捕後は転落人生となってしまいましたが、最近、福島刑務所を出所されたようです。しかし、その様子がやばいと、ネット上では話題になっています。今回は田代正史さんの逮捕歴や、現在の様子など、経歴とともにご紹介していきます。田代正史さんは、住吉会元総裁である西口茂雄を母方の叔父に持ち、佐賀県で生まれました。田代さんの父親はキャバレーのチェーン店を経営していましたが、両親は離婚し、田代さんは母親に引き取られました。田代さんは素行不良で酒、タバコ、シンナーに手を出し、中学校を転校して、高校では鈴木正幸さんと出会い、鈴木さんの家を訪問するようになりました。高校在学中、鈴木さんはデューワップグループ結成を決意し、田代さんも加わりました。その後、トラックの運転手に転職する前に、シャネルズの一員としてメジャーデビューし、デビューシングル、ランナウェイは、110万枚以上のセールスを記録しました。そんな人気絶頂の田代さんでしたが、一度目の逮捕を機に、度重なる逮捕を経験し人生が転落していきます。なんとこれまでに8度も逮捕されており、最初の逮捕では衝撃が走りましたが、いつからか世間も動じなくなっていきましたね。それではこれまでの逮捕歴を、一つずつ詳しく見ていきます。最初の逮捕は2000年9月24日でした。東急東横線都立大学駅構内に、帽子にサングラス、マスクという装いで現れ、女性の下着姿を盗撮しようとしていたところを、目撃者に通報され、罰金5万円の略式命令が下されました。こちらは東京都迷惑防止条例違反で、書類送検されています。同年10月4日にこの事実が発覚し、会見で盗撮した理由を聞かれると、ミニにタコができる、というタイトルの、ギャグ映像を撮ろうとしていた、と弁明していました。翌年の2001年12月9日になると、今度は近所の男性会社員宅の風呂を覗いたとして、軽犯罪違反容疑で現行犯逮捕されました。本人によると、たまたまアパート1階から、湯気が出ているのが見えて、女性が入っていると期待して覗いてみたら、男性だったとか。そして逮捕から2日後の11日、家宅捜索を行うと自宅から覚醒剤が発見され、覚醒剤取締法違反容疑で再逮捕されました。裁判では懲役2年、執行猶予3年の判決を受けています。2000年の盗撮騒動で書類送検された際に、志村けんさんは田代さんの芸能界復帰を働きかけてくれたそうですが、今回の逮捕では、あいつは最低なことをしたのだから、芸能界から消えてもらいたい、とコメントしていました。2001年の逮捕で執行猶予3年の判決を受けた田代さん。その後は V シネマ監督として復帰していましたが、執行猶予中である2004年6月16日、青梅街道の禁止場所で U ターンをし、その際オートバイに乗った男子学生と衝突事故を起こし、足の骨を折るという大怪我を負わせてしまいます。この事故では、業務上過失傷害と、道路交通法違反ということで書類送検されました。これにより検討されていたテレビ復帰は白紙となり、鈴木正幸さんが代わりに謝罪されています。さらに同年の9月20日には、路上で車を駐車中に、覚醒剤と刃渡り8センチメートルのバタフライナイフを所持していたとして、銃刀法違反と覚醒剤取締法違反で、現行犯逮捕されています。田代さんは取り調べの際に、何度も嘔吐や気絶を繰り返し、病院へ担架で運ばれて、点滴を打つという事態にまで至りました。本人は、芸能活動において日頃かなりの、プレッシャーを感じていたゆえに犯行に及んだ。盗撮事件後、家族関係が悪くなり焼けになってしまった、と話していたそうです。そして2005年2月7日に、東京地裁で判決公判が開かれ、執行猶予中の再犯ということから、懲役3年6ヶ月の実刑判決が下されました。服役中は精神的不安定な症状があり、睡眠薬や精神安定剤を服用していたそうです。またこの服役期間に妻とは正式に離婚。収監中は障害者や老人、元政治家などが作業する工場で、刑務作業に従事していたそうです。2008年に出所後、
トークイベントなどに出演していた田代さん。2010年9月16日に神奈川県横浜市中区新港1丁目赤レンガパークの駐車場の身体障害者専用スペースに車を止めていたところ、警察官に職務質問、その際にコカイン入りのポリ袋2つを所持していたことが発覚し、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。またこの時同乗していた美容関係の50代女性も覚醒剤を所持していたため共に逮捕されています。さらに女性のポーチや自宅に覚醒剤、コカイン、大麻を隠し持っていたことが発覚。田代さんに薬を渡したのは自分と供述していたそうです。2011年7月1日横浜地裁で公判が開かれ、薬物の常習性が顕著であるという理由などから懲役3年6ヶ月の実刑判決が下されました。出所後はダルクで働き、各地で講演を行うなど活動していた田代さん。2019年11月初旬、宮城県の宿泊施設と東京都杉並区の自宅マンション敷地内で覚醒剤を所持していたとして覚醒剤取締法違反の容疑で再び逮捕されました。宿泊施設の従業員から変な忘れ物があると通報が入り発覚したようです。覚醒剤取締法では4回、違法薬物としては5回目の逮捕となります。そして2020年2月12日に初公判が行われ、懲役2年5ヶ月の実刑判決が下されました。その後2022年10月27日刑期を終え福島刑務所から出所した田代さん。出所と同時にインスタグラムを開設し、出所の報告と罪を償い少しずつ前に進んでいこうとする様子を公開していました。さらに現在は週に1回ダルクに通っており、絵を描くことが趣味で、これから絵をいろいろ載せていきたいと思います、など前向きな投稿も多数しています。ただ一方でインスタグラムで公開された出所時の動画では見た目が別人のように激変しており、さらに手の震えが止まらない様子で、ネット上では手も声も震えてるじゃん、大丈夫かよ、手の震えがやばいですね、寒いとかではなく薬のせいですか、やばいね、散々周りの人があなたを信じて助けてきたのに何回目、またやるよ、何してんだよ、しっかりしろ、手の震えやばいで、といったコメントが多数寄せられていました。さてそんな田代正史さんですが、逮捕以前は結婚もされ、2人のお子さんもいましたが、度重なる不祥事で信用を失い、2005年に妻からの申し入れ離婚されています。獄中離婚した後は服役中だった田代さんの面会に一度も訪れることはなかったそうです。そんな元妻についてですが、ホリエモンと田代正史さんが以前は知人関係にあったようで、ホリエモンさん曰く、元奥さんはツイッターで活躍しているみたいですねとのこと。どうやらツイッターを使用したビジネスで成功を収められているとのことです。そして面会にも訪れず、完全に縁を切ったと思われていた田代さんと元妻でしたが、完璧に縁が切れたわけではなかったようで、2015年にお二人が一緒に食事をしていたことが明らかになっています。ちなみに田代さん自身は2011年に再婚されており、今後は再婚相手が監視役となって薬物と戦っていくことを明かしていました。では田代さんの2人のお子さんについても見ていきましょう。まず長男は田代達也さんというお名前で、2007年からバンド活動をスタートし、激鉄というバンドのベースを担当しています。フェスなどで活躍している人気バンドのようです。2009年7月には当時全くの無名バンドでありながら、フジロックフェスティバルルーキーが55に出演し、その年のフジロックで最も怒られたバンドとして有名になりました。これを機にイベント出演のオファーが激増し、都内を中心につき10本以上もライブを開催するようになり、2014年にはファーストアルバムもリリース。さらに同年、父親と DJ ターシー、マーシーというコンビを組み、活動もされました。しかし、激鉄は2015年に活動休止、その後はバンド、マジックドラムス&ラブのベーシストとなり、現在はバー経営をされているようです。そして親子のお二人は、一時期絶縁状態にもあったようで、
2016年2月に元プロ野球選手の清原和博さんが覚醒剤取締法違反で逮捕された際に、田代さんがニュースウォッチ Q に出演し覚醒剤の恐ろしさを語ったのですが、達也さんはこれに関してツイッターで大激怒していました。しかし関係を修復したのか、2018年には田代正史さんのツイッターに親子でツーショットで登場しています。そしてもう一人の子供である娘さんは小夏さんといい、小学生時代には研ナオコさんやブラザーコーンさんの娘さんの3人で結成された子役ユニット小夏、瞳、レイナで芸能活動をしていました。このユニットは1998年に公開された映画それいけアンパンマン手のひらを太陽にの主題歌手のひらを太陽にで CD デビューも果たし活躍してきましたが、2000年の田代正史さんの逮捕をきっかけに芸能活動は一切休止、事実上芸能界引退となり、現在は一般人として普通に働いているようです。いかがでしたでしょうか。度重なる逮捕により転落人生となってしまった田代さんですが、今度こそは家族や応援してくれた仲間ファンのためにも更生し、新たな人生を歩んでほしいですね。